では次に、能歩き。もともと日本舞踊も能歌舞伎から来てますので、能歩きという能の型を使った歩き方をよく使いますので、やってみたいと思います、はい、上半身は一緒でまっすぐ背中を伸ばして、やはり少し注意をしますね、はい、で一歩出た時に先ほどもそうですが、この1本の線を両足で挟むように、こう、こういう、今回のやり方はこの、このように、この、その真ん中の線を越えないように、越えないように、まっすぐと、1本の線を両足で挟んで、この時ですね、注意しないといけないのは、つま先を上げる時に、どうしても力が入ってこの指先がこう上にね反り上がってしまうんですね、まあ、最初やっていただいたら分かると思いますが、多分ほとんどの方がこのように指先が上がってしまうと思います。こうならないように歩いてください。こうですね、こうなる指先見えますかね、指先が上に上がってしまわないように、この踏ん張っている足のそのままの形で先を上げる、今度はちょっとつま先に注目してください。こうですね、体のバランスを崩さないように、レールの上をまっすぐ進むように持ったりし、背中を伸ばして結構ここに力が入ります。背中の方もかなり力が入ります。はい、横からのお見せにします。はい、背中を伸ばして安定するところまで少し膝を曲げます。上半身は姿勢さえ良ければリラックスして、目線はできるだけ遠く、自分の目線より少し高い、少し高い、まっすぐでもいいんですけど少し高いところを見て、でそのままの姿勢でこう、こう上げます、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 この時に指先が上に向かないは、このようにこう指がどうしても上がると思うんですね、はい、そうならないように